はい、こんにちは。今日はね、サバゲーを初めてやる人のために、動画撮ってるんですけど、必ず守ってほしいこと、まあルール以前に守ってほしいことを、伝えるためにちょっと動画撮ってます。っていうのも、次ね、僕サバゲー行く時にね、あの初心者の方たくさんいるって聞いたんで、まあ、フィールドで説明あると思うんですけど、その前にですね、予備知識というか、まあ、絶対守っておけば大丈夫かなっていうことを説明したいと思います。あと、もろもろ詳しいことは、フィールドのお兄さんとか、ね、お姉さん教えてくれると思うんで、それに従ってください。まずね、サバゲーってね、どこでやるんかっていう話なんですけど、まあ大体ね、まあどこでもやるんじゃなくて、まあ大体こうね、サバゲーのフィールドがあったら、こう周りでね、こうフェンスかネットかなんかで目印があるんですよ。こう囲まれてるんですよ。まあもしくはまあ印がね、こう あって、まあこの中でやってくださいねっていう、遊びですね。このサバゲーフィールドねって言うんですけど、まあ、サバゲーはこの中でやってくださいねっていう、ルールです。ルールっていうか遊びです。この中に入った時に絶対守ってほしいことがあって、1個、もうただ1個だけです。これゴーグルつけてください。このね、サバゲーフィールドの中に入った時点で、入った時点でっていうか、もう入るって決めてから、もうこれつけてください。もう今から入るぞってなった時に、これつけてくださいね。ゴーグル。で、まあフィールドによってはマスクをね、ちゃんとつけてくださいって言われるところもあるんですけど、ちょっと僕持ってないんで、マスク単体でヘルメットについているやつなんですけど、これですね、ここの部分、これとゴーグルつけてくださいねって言われます。まあこっちのマスクはフィールドによったら、まあ、自己責任でお願いしますって言われるところあるんですけど、まあ、大体つけとけば問題ないです。はい。でなぜこの、マスクとゴーグル、ね、このフィールド内に入った時につけなければならないかというと、この中に入るともういつ何時弾が飛んでくるかわからないです。このサバゲーのね、フィールド内に入った時点でもう弾はどこからか飛んでくる可能性があるんで、まあ、休憩時間だっても、ゲーム始まる前、後でも、もうとりあえず、このエリアに入った時点で、ゴーグルは必ずつけてくださいね。これシューティンググラスですけど、ゴーグル、ちゃんとつけるように、お願いします。なぜここに入った時に、ゴーグルをつけないといけないかっていうと、BB 弾ってね、結構威力あるんで、目に入ると、潰れます、失明します、まあ怪我するんで、もうここってもう直しようがないんで、もう必ずつけてくださいね。まあゴーグルだけ OK のところあるんですけど、僕的には、マスクもつけておいた方がいいと思います。というのも、僕相手の歯を折ったことあるんですよ。しかも結構透明の距離でその人を狙ってたんですけど、まあ、たまたま歯に当たって前歯ね、折ったんですよ。まあそれぐらいBB 弾って威力あるんで、もう絶対マスクはつけておいた方がいいです。もう折った方もね、折られた方もそんなに気持ちいいものではないので、まあとりあえず入った時点でゴーグルはマストで、でマスクはまあなるべくつけておいてください。まあそのフィールドが絶対マスクもつけてくださいねって言われるところだったら絶対つけてください。あとね、ゴーグルなんですけど、まあ僕持ってないんですけど、まあこれシューティンググラスですけど、網の目になってるやつがあるんですよ。グラスじゃなくて、
で網の目が NG のところあるんで、というのも網の目のやつって BB 弾が当たったらかけら、まあ、粉々になって目に入る時があるんで危ないんで、まあ、NG のところがあります。まあ、NG じゃないところもありますんで、それはもう自己責任でお願いします。僕はもうガラス製ね、こういうもう絶対囲まれてるやつをおすすめします。はいはい、何度も言いますけど、もうこのもう汚いですけど、このね、この囲いのフィールド内サバゲーをするところに入る前にですよ、入った時にかけたらもう遅いんで、ここ入る前につけてくださいね。はい、先ほどゴーグルについて説明しましたけど、次に大事なことをお話しします。かなり重要です。これは、まあ、自分を守るためっていうか、人に危害を与えないために絶対やってほしいことです。サバゲー行くからには絶対銃がありますね。これ絶対に、人に向けない。さっき言ってた、もちろんこのね、サバゲーフィールド内でサバゲーやってる時はもちろん銃をね向けていいです。まあそういうゲームなんで。ただここ以外、サバゲーフィールド以外ね、以外の時に人に銃口を向けないでください。大前提です。で、あと向けないのもそうなんですけど、引き金あると思うんですけど、ここね、トリガー、引かないでください。はい、銃口を向けないのと引き金は引かない。もちろんもう、撃つの、この空撃ちですね、こういう空撃ちはもう絶対ダメです。まあ人に向けなくて、銃口をね、トリガーに指をかけなければ大丈夫です。まあこれ指をかけるっていうんですけど、トリガーにね、とりあえずもう銃はもう人に向けずに、保管してくださいね。あと銃って絶対弾倉があるんですよ、マガジンね。これも絶対抜いておいてください、入れないでください。でね、銃って、まあ、マガジン入れなければ弾出ないと思うじゃないですか。実はマガジン入れて引き金引いた時点で1個ね、ここに弾が入るんですよ。なのでマガジンが入ってなくても弾が入ってる可能性があるんで、なので人に向けたり、引き金、トリガーに指をかけないっていうルールです。もちろん空打ちもダメです。はい、もうマガジンも入れちゃダメです。はい、これハンドガンで説明しましたけどね、こういうねタイプあると思うんですけど、長物、まあライフル、マシンガンとかね言いますけど、これもね一緒で、引き金に指をかけない、こう持つのはいいんですけど、あともう絶対銃口を人に向けないでください。これね、まあ、初めてサバゲーする人って記念撮影したいと思うんですけど、基本的に、まあ、このね、銃口を向けないとか引き金に指をかけないとかマガジンを入れないっていうことであれば、まあ、記念撮影してもらって大丈夫です。まあ、ただカメラの方に向かって銃口を向けたりとか指をかけたりとかするっていうのもダメです。まあ、それをですね SNS にアップして人が
った時にあまりいい気持ちはしないんで、まあまあやめといた方がいいですね、無難です。ただまあ、スタッフの人が、まあ、記念撮影撮りましょうっていう話になって、まあ、全然いいですよっていう許可もらったら全然いいんですけど、あとフィールド内でみんながこうゴーグルかけた状態で、まあ、銃口を向けたりとか、トリガーに指をかけたりとかするっていうのはありだと思います。まあ、そこはスタッフさんに、まあ、そのお店の人に、従ってやっていってください。はい、もう一回説明します。まずトリガーに指をかけないっていうのと、絶対銃口を人に向けないと、マガジンを入れないっていうの。これね、こういうタイプって、まあ、よく見るこういうタイプです。これ入れちゃダメです。はい、で、あともう空打ちもダメです。もう絶対守ってください。さっきの話の続きですけど、まあ、大体初心者の方って銃を誰かに借りたりとか、お店のレンタルガンを使うと思うんですけど、それぞれね、ガンセーフティーっていうのがついてます。この銃だとここについてて、まあ要は何をするかっていうと、この鳥が引き金が引けないようにロックをかけるっていう機能です。まあ、これかけてる限りは絶対間違っても引き金引けないんで、サバゲーフィールドを出たらもうこれ絶対つけてください。はい、ライフルタイプなんですけど、まあまちまちです。あの場所は僕持ってるやつはここにあるんで、ここを回すとセーフって書いてるところがあるんで、セーフにすると絶対引き金が引けないようになってます。はい、これね忘れがちなんで、銃をレンタルしたら絶対行ってください。まあ、たまにないやつがあるんで、まあ、それはもう絶対トリガーに指をかけないっていうのを覚えておいてください。まあ、分からなければお店のスタッフとか借りた、銃の所有者に、ガンセーフティーの場所を教えてもらってくださいね。はい、ということで、まあ、ゴーグルをつけるっていうのと、銃の扱い方、教えたんですけど、まずね、まあ、さっき、まあ、汚い絵で説明したサバゲーのフィールドあるんですけど、まあ、ここはもう絶対入る前にゴーグルつけてください。で、まあ、銃を撃てるようにして、やり合ってください。で、まあ、ゲームが終わったりとか、まあ、自分がやられたら、外に出るんですけど、大体ね休憩場所みたいなのが併設されてます。まあ、出入り口もう出た瞬間にね、机とかね椅子とか並べてあったりとかして、セーフティーゾーンっていうのがあります。はい、ここね入る前に絶対やってほしいことがあって、まあ、ここでやり合ってます。バンバン撃ってます。マガジンがね入ったままです。これね入ったままこれマガジンじゃないですけど入ったままです。で、だいたいねここ出る前に残弾処理って言って、ここにね一発か二発ぐらい、装填されてるんですよね。それを取り除く作業があるんですけど、だいたい入り口の付近に箱みたいなのがどこでもあります。箱とかなんかボックスみたいなのがあるんで、そこに向かって、ここに入っている
ね、弾を取り除くんですけど、まあ、マガジン入ってるままだともうずっとマガジンの中にある弾が出続けるだけなんで、残弾処理をする前に、マガジンを外してもらって、でからもう、空打ちします。この中に、まあ残弾、中に弾が入ってたらもう発射されるんで、もう打ち切ってもう空打ちになるまで出し切ってから、ロックかけて、このサバゲーフィールドから出てください。セーフティーゾーンに行ってくださいね。もちろんここにセーフティーゾーンの方に入るまではあのゴーグルつけてくださいね。とにかくこのエリア内はゴーグルつけてください。でここに入るときはマガジンを抜いてガンセーフティーをつけて入ってくださいね。で銃口を向けないっていうことです。で、ここの中に入ってからなんですけど、まあ、銃口を人に向けないって言ったと思うんですけど、まあ、まあ、机にバンってこう置くと思うんですけど、置いた時に、これ銃口人に向いてますよね。なので自分の方に向けるか、もうしまってください。まあそれか銃をね立てかけるスペースがあって、そこに立てかけてください。まあこのハンドガンだと、まあしまうか、もう自分の方に向けたらいいんですけど、こういうねライフル系はねこう立てかけるところがあるんですよ、こうやって。で上に向けてるんで、まあ人に、銃口が向けていない状態になるんで、もうそういうのはもう全部ね置いてください。まあ、もちろんマガジン抜いてセーフティーかけて、まあもちろん残弾処理した後ですけど、まあね置いてください。はい、では今日はゴーグルとね銃の使い方について説明いたしました。まあ慣れたらね流れるようにできると思うんで、ただね慣れたぐらいが一番事故が起きやすいんで、慣れたぐらいでもう一回、振り返って安全確認をお願いします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。